また新しいタブレットが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらです。あああいうの M68 インチタブレットです。あああいうといえばね、私のチャンネルではおなじみのね、まあ今まであまり聞き慣れないブランドだったんですけれども、継続的に日本でタブレットの販売をしていて、まあ最近はね、Amazon ではまあまあのね、ブランドになってきてるんじゃないかなと思います。まあそのね、ブランドの 8インチタブレットになりますで。今まで10インチのタブレットって言っ山ほどね、他社も含めていっぱいあったんですけども、最近8インチでもだんだんね、競争が激しくなってきてるんじゃないかなと思います。そのね、今激戦になりつつある8インチタブレット紹介していきたいと思います。8インチサイズなので、まあ片手で持てるサイズですね。で、ああいうは日本向けのブランドということで、普通はね、箱に日本語は書かれていないんですけれども、 これはちゃんと、ああいうって書いてあります。ただ日本でもう少し発音しやすい、なんかネーミングにできなかったのかなーなんていう気もしますけど、ただね、この箱を作っちゃったってことは逆に言うと日本でしかなかなか売れないと思いますんで、心意気はすごいですよね。それでは同梱品確認していきたいと思います。まず説明書と保証書が入っています。両方とも完全日本語ですね。 通常こういったものは使い回しのね、多言語の説明書が多いんですけども、これは日本語だけです。完全日本版の説明書になってます。さすがです。あとは充電器と充電用のね、タイプ C のケーブルが入っています。ただこちらタイプ A ですねで。こちらの充電器は10ワットの出力になっています。ただ本体の方は18ワットの高速充電に対応しているということです。sim ピンも入っています。 それでは早速本体の方を見ていきたいと思います。やはり8インチなんでね、まあ片手で持てるサイズですし、まあ割と薄型スクエアデザインということで、まあよくあるタイプと言ってしまえばそれまでですが、まあやっぱりね、見た目もいいしね、あの使いやすいんじゃないかなと思います。で、背面は、えっ、ー、と、まあ金属ですね。まあアルミ合金だと思います。で、この一部がアンテナですかね。プラスチックになってます。 それではぐるっと見ていきましょうか。まずはボリュームボタンに電源ボタンです。えっと、短い方の、まあ、下になるんですかね。えっと、タイプ C があって、ここにスピーカーが2つありますね。逆サイドはシムスロットがあります。で、この角にですね、3 5のイヤホンジャックもあります。で、カメラのデザインはこんな感じですね。で、一応デュアルカメラといいますかね。カメラ2つついていますけども、まあ、おそらくシングルカメラだと思います。 アウトカメラが800万画素、インカメラは500万画素です。ちゃんとですね、本体に技的マークをプリントしちゃってますね。まあ通常シール等でごまかされているものが多いんですけども、本体に吸っちゃってますからね。なかなかこの辺の本気度がすごいです。で、18W の高速充電に対応してるって販売ページに書いてあるんですけど、ここ 5V2A になってるけど大丈夫ですかね。で、ディスプレイのペリペリもね、全部日本語で書かれています。 気になる重量は 315g です。厚さは7.5ミ、mm、リですね。結構薄いですね。それではね、端末の方を立ち上げてみました。さすが日本向けブランドということで、最初からね、LINE のアプリが入っています。あとはですね、えー、っと、あとは基本的なアプリですかね。ただ Amazon プライムビデオとか Netflix とか、まあ、少し入ってますね。Zoom とか Facebook とか、まあ、意外と入ってますね。 あと、Google Kids Space にも対応しているみたいですね。これはいいですね。お子さん用のタブレットとして8インチタブレットね、えー、使っている方も多いと思いますんで、これは嬉しいです。ストレージはですね、64GB ですで。初期の状態で 10GB を使っていますで。ディスプレイサイズは8.4インチですね。まあ、最近このサイズも人気になってきました。解像度は 1920×1200 ですね。だから1 6対1 0の比率になっていますね。 まあ以前はですね、こういったね、8インチクラスの安いタブレットって解像度がね、低かったんですけれども、まあ最近ね、この端末も増えて解像度が高いものが増えてきました。こちらの端末はですね、アンドロイドバージョンは12です。まあ最近徐々に13になってるね、タブレット増えてきていますので、まあちょっとね、残念かなと思いますけれども、ただ一応ね、メーカーさんの話では、アンドロイドバージョン13の M60 ですね。だからこの端末の13バージョンが、 9月の中旬には発売されるということです。まあ、実際ですね、Android バージョン12でも普通に使う分には全く問題がありませんので、まあ、特にこだわりがない方は12でもいいし、まあ、逆に一つでもね、やっぱりバージョンが新しい方がいいという方は、まあ、9月まで待った方がいいかなと思います。で、メモリーはですね、4イトなんですね。ただ4イトをデフォルトでメモリー拡張して8イトになっています。 で、一応このね、拡張、メモリー拡張のオンオフはここで切り替えることができるんですが、ただ、オンかオフかですね。通常ですね、こういうのオンオフもできますけど、あと増やす容量をね、まあ、設定することができるんですが、それができないんですね。基本的に4ギガ固定になっています。まあ、ちょっとここは残念ですね。 SoC はですね、ユニソックの T の606ですね。こういった格安の Android タブレットにはよく使われている SOC です。アンツーベンチマークバージョン10ですけど、スコアの方は23万点です。ブラウザのベンチマークね、オクタンベンチマークやってみました。スコアの方は1563点です。WebGL のベンチマークですね、魚5000匹で、えー、フレームレートは28です。 SoC もですね、まあ、ローエンドで、まあ、それほどね、性能は高くありませんので、基本的なライトな使い方ですね。ブラウジングや動画視聴。あとね、このサイなんで、まあ、電子書籍を楽しむ端末かなと思います。それではちょっとニュース、ブラウザで見てみましょうか。まあ、ブラウジング程度であれば特に問題はないかなと思います。まあ、写真も含めてね、まあ、十分快適には使えるんじゃないかなという感じですね。 それではもう一丁見てみましょう。これは動画ですね。動画だからちょっと読み込み待たされてる感じです。はい。ちょっとやっぱもっさりしてますかね。こういう埋め込みがあったりするとやっぱ結構もっさりしますね。はい。まあでも普通には使えるかなという感じですね。うん。はい。特に問題ないです。 じゃあこれもいつもやってます。東京駅検索してみましょう。Google マップはね、まあ、若干ブラウジングよりは重たい印象ですけど、はい、大丈夫ですね。まあ、20万点ぐらいあると意外と大丈夫なのかな。あ、少しカクカクしてるかな。気になるほどではないけど、めちゃくちゃスムーズではない感じ。少しカクカクしてます。ただ指の動きにはね、ついてきてるので、特にこちらも問題ないでしょう。 この端末はですね、GPS にも対応しています。やはりタブレットね、車載タブレットに使いたいというね、コメントもよくいただきますので、えー、今までね、GPS なくてもいいかななんていうふうに思ってましたけど、まあ、今はやっぱりあった方がいいのかなという感じです。えー、ただいつも言ってますけども、ユニソックの SOC はあまりね、GPS 性能がよくありません。 実際に今ね、位置情報は取れていますけども、誤差14メートルということで、まあ基本的にこのね、見れてる衛星もいつもすごい少ないんですよね。だからメディアティックの SOC に比べると、もうすべての端末ですね。私は今までチェックしてきたすべての端末、えー、あんまり GPS 性能が良くありません。 この端末はですね、ワイドバインのセキュリティレベル、レベル1にね、対応しています。まあ今までこういった格安タブレットって、だたいね、スルーしてた端末が多いんですけども、まあ逆に最近差別化で、えー、ワイドバインのセキュリティレベル、レベル1に対応した端末が、 まあ11、11インチクラスも増えてきましたし、まあ、8インチでもね、ポツポツと出始めてきていますので、まあ、逆にここもね、最近は差別化できなくなってきてるのかなと思います。まあ、ただこの端末は一応8インチでもね、しっかりと対応しています。それではね、Amazon プライムビデオを再生してみました。はい、ちゃんとね、HD 動画、高画質で再生が可能になっています。 それでは次はネットフリックスを確認してみました。ネットフリックスはですね、まあこれも大体一緒なんですけども、ワイドバインのセキュリティレベル、レベル3になってしまって、再生解像度 SD 画質ということですね。まあだから今後の差別化は、えっ、ー、とね、ワイドバインセキュリティレベル、レベル1は当たり前で、かつネットフリックスが見れるかどうかっていうところにね、競争が移っていくんじゃないかなという感じです。で、やはりですね、8インチサイズは、まあ10インチと比べて、 やっぱ片手でね、持てると、こうガチッと片手で掴めるというところもあって、電子書籍なんかに向いてるんじゃないかなと思いますね。スピーカーはですね、短い方の辺に2つある感じです。だからあくまでも縦向きに使ったときに、 まあ左右から音が鳴るといった感じになります。で、8インチだとこういうやつ多いんですけど、なんか個人的にはもうね、8インチでもやっぱ動画見るときは、まあ横にして見るんじゃないかなっていう感じもするんで、まあ10インチクラスのタブレットと同じように、こっちとこっちでいいんじゃないかなっていう気はしますけどね。まあ一応この端末はここについてますんで、ちょっとね、動画視聴するときに、結局こういう風にね、して使うと、横でね、使うとあんましなんか意味ないかなっていう感じです。 カメラアプリはもうめちゃくちゃシンプルですね。こっからこう引き出して、えー、動画と写真と。まあ、これぐらいしかない設定ですかね。それではちょっと写真撮ってみましょう。あ、一応オートフォーカスには対応してますね。はい。なんか割と明るく映って綺麗には見えるな。はい。ちょっと写真見てみましょう。はあ。なんか割と明るく映ってるんでパリッとした感じには映ってますね。 でタブレットなのでいつも言ってますけどね。やはりこうメモ的に使うカメラかなという感じですけど、まあ十分字も読めるし、まあなんかカメラアプリシンプルだけど意外と画質は悪くないかなっていう感じしますね。それではシムカード入れてみましょうか。シムトレイは入ったスロットですね。マイクロ SD カードも利用できます。マイクロ SD カードは最大1イトに対応しています。 それではですね、p ぼ2 0のシムカードを入れてみました。ユニソックのね、SoC を搭載した端末なので、やはりボルテはまあ利用することができません。で、バンドはですね、日本の AU ドコモのプラチナバンド1819も含めてしっかりと対応していますので、あと技的マークも、ね、しっかりとありますので、まあ、日本で利用する分には特に問題ないと思います。それではですね、 販売ページの方には、1 8トのね、パワーデリバリーの高速充電に対応してるということは書かれていたんですけれども、先ほど見ていただいた通り、このね、背面の裏には、インプットね、5ト2ア1 0トの、まあ、充電がインプットって書いてあったんで、本当にね、あのー、1 8トの高速充電できるか、ちょっとパワーデリバリーのね、まあ充電器に接続してみたいと思います。はい。はい、ちょ14、17、ああ、まあ出てますね。 はい。ま、あ1 7ト出てるんで、まあ、一応対応してるんじゃないかなと思います。ちなみにね、バッテリーの容量は4 5 0 0アワーです。はい。ということで今日はですね、r ユーの M60 ですね。8.4インチの Android タブレットを紹介させていただきました。やはりこの端末はですね、最近の8インチクラスのタブレットのトレンドですね。えっ、ー、と、まず解像度が高い。ワイドバインのセキュリティレベル、レベル1に対応している。 さらに画面の比率が16対10ということで、そういったトレンドを盛り込んだ端末になっています。まあやはりですね、10インチだと大きすぎるっていう方もいるんで、まあ人気なのは10インチだと思うんですけども、やはり8インチクラスが欲しいという方も、まあ需要があるのでね、最近少しずつね、この8インチクラスのタブレットも、中国のね、格安メーカーが 結構充実させてきているんじゃないかなと思います。まあその中での一つの選択肢にはなると思います。価格の方はですね、アマゾンでだいたい1万5千円ぐらいじゃないかなと思います。まあ非常に買いやすい価格になっていますので、8インチタブレットを検討されている方はね、ぜ、ま、ひ、あ、確認をしてみてください。まあただですね、9月になると、アンドロイド13に対応した新しいモデルがね、 ま、出るということなので、まあ、そちらを待っていただいてもいいのかなと思います。購入先については動画の説明欄にリンクを置いておきますので、そちらの方から確認をしてみてください。今回は以上です。